南部重信は、江戸時代前期から中期にかけての大名で、道の久森岡藩の第三代藩主。南部氏の第二十九代当主。父は、南部都市直。母は、兵士の一族、花輪正友の娘、松。地元の人々からは親しみをもって、花輪殿様と呼ばれている。元在2年5月15日、初代森岡藩主、南部都市直の五男として、平軍。 花輪村で生まれる。年直が森岡の外交として、都の町を開くために滞在した際、その身辺の世話を務めたのが地頭である、平花輪氏の娘、松であった。幼少期を平氏の母大寺である、家本院で過ごし、百姓のことも分け隔てなく遊んだとされる。慶安元年に七子家を継ぎ、七子城主の座に泊まっていた。しかし、文年月日、 兄、重直が子を残さず死去すると、森岡藩を八万国を分割相続する。同年十二月十五日、将軍、徳川悦那におまみする。同年十二月二十八日、十五位下、大前大部に除任する。天那三年五月七日、十四位下に昇進する。また、十万国に公事起死される。十四位下への昇進については、 天な2年5月8日の徳川家綱の三回忌に、祭祀十五位下のために、雨の中で傘もさせず、飛べかねて、上野の池のさみだれに、身の毛毛おき5位の呪詐杉と歌を読み、これを、将軍、徳川綱吉が聞いたためというエピソードがある。元六5年6月27日、家徳を、長男、行進に譲って隠居する。元六15年に、江戸で死去した。 去年87、幼少期の経験から、よく世情に通じ、家臣や領民にも失踪倹約を説くなど人生を施した。また、歌を好み、反省の傍らアスカイや岡本総合について和歌を学んだ。八の平反分地という仕事を終えた重信は、領内の総検地に取り掛かり、それにより増加した暗入米を、藩紙の放禄米のベースアップに当てて、 死期の向上を図った。その後の神殿開発により、森岡藩は元の十万国に復帰し、また枯渇しかかっていた金山に代わる銅山開発を進め、火災被害にあったまま放置されていた森岡城の修復、水害に悩まされた北上川の防災事業といった改革を行い前世を敷いたため、重信淵成の森岡藩は比較的安定していたとされる。 地元では、徳川五代将軍は花輪殿様の発言で決まった、というエピソードが残されている。遠方八年、徳川幕府第五代将軍を決めるため、江戸城王広間には諸大名が集まった。亡くなった第四代将軍、伊綱には、子供がおらず、伊綱のおいの甲府藩主、綱豊と弟の前橋藩主、綱吉の二人が候補であった。うかに発言すると、 後に新将軍に睨まれ兼ねないため、大名らは断まりを決め込んだ。そんな中、重苦しい空気を切り裂いて、唇を切り、綱吉を押したのが、花輪殿様こと南部重信であった。これに同調する声が多数を占め、新しい将軍が決まった。十四位という御三家並みの皇宮はこの時の論功交渉ともされる。実際は、 綱吉の将軍家継承を決定したのは幕閣であり、将軍家の継承問題に際し、一回の戸様大名である南部下は全く口を挟める立場ではない。仙台よりも上位への簡易の上昇に関して、14位は10万国前後の国資格の戸様大名としてはごく普通の簡易であるという史実がある。つまりこれは十万国から八万国へと転落した南部藩の 10万国核への執着を名乗り、価格維持の費用に苦労することになるのためである。ありがとうございます。